で、ドラフト何位だっけ、2位だっけ、2位なんですよ、1位だね、酒井光次郎さん、ああ左ピッチャー、はい、近代受賞しました、ルーキーで、はい、で、なんかその性格っていうのはずっとそれそのまんま僕ですか、うん、ずっとこのまんまです。高校から、あ、高校からこんなんです。あのこれ SNS が盛んになって、本当中学の時の同級生とかが、いやもっちゃん全然変われへんなとか連絡来ました、 YouTube 見て。お前も SNS でよう喧嘩してることさ相手にしなかったらどうなの、心ないこと言うてくるんですよ。いやそれ言ってくる、僕らのスタッフをね、こうなんか悪く言ったりとか、うん、お前らこっちもくるくる知らんくせなんじゃいみたいな気持ちになるじゃないですか、はい、しかも匿名で言いたい放題で、それもありがたく意見として捉えます。だから上原さんがね、うんうん、あの大谷選手のことで、うん、なんつったの、だ何も言ってないのよね。あ、そうです、そうです、その、うん、あのあるファンの人が上原さんに、上原さんは大谷選手のアンチですよねって、でだからご意見番も変えた方がいいと思いますよみたいなことを、上原さんは匿名だといえ、こういうことを匿名でも嫌だと、でもそれはそうですよね、うん、っていうのをさらに偏見で上原浩二を攻撃してる人がいたので、うん、ああ上原も結構やってるよね、はい、SNS、やります、ブログにこういう人困るみたいなこと言ったりしてたんで、うん、あ、同じ遭遇だと思って、うん、こうちゃん匿名的なやつはなんかいろいろかましてきようなと、でも自分らしさ貫き通そうぜ、お互い頑張ろうなって送ったんですよ、ツイッター上で、はい、ツイッター上でみんなに見てほしかったからでみんな援軍たちがそのまま行ってくれ、かましてくれ、わー言ってくれてありがたかったです。アンチもいるからな、アンチもアンチはね、存在しないとダメなんだよ。いや、アンチも僕はもうどっちかというと愛してます。嘘つけよな、もう無気になってもうあの乗せれないぐらいの、見てくれてる証拠なんで、うん、紐解けば、まあ、あ、これ面白いことあって、誹謗中傷的なドーン来るじゃないですか、あーお前どこの誰か知らんけどって送った時に、まあそやけど俺のこと好きやねやろ、だから見てくれてんねやろみたいなこと送ると、実は好きなんやみたいなで、だんだん和解していくみたいなのがあるんですよ。実はそれ求めてるんですよなるほどね、もう全部丸く収めたいタイプだからな、なんじゃな、まあ争い事は嫌いな人間だ、嫌いです。でもそうですよね、人生丸型です。丸くいきたいんだけどさ、でもちょっと尖った部分があったら削りたくてしょうがないんだよこの性格がね、もうね、もうまんまるじゃないとダメなんだよ、これ A 型だろピンポーン、そうやな、もうね、ほんとにね、丸く収めたくて、あ、もうほんと、俺、作ってると思ってたから、ずっと、ああなるほどね、いや、ほんと普通に言うよ、もうお母ちゃん、ちょっとキャラ、そう、いつまでそれ続けるの、何ですか、そのキャラだよ、いや、これ普通ですけど、みたいな作ってると思ってたんですか、高さん。いや、作ってるよ。いや、無理してんだろうなと思って。明るくしなきゃとか。だから、まあまあ、もう疲れるだろうから、いつまでやるんだって聞いたら、いや、これ僕自然ですんだって。本当かみたいな。でも他の人にも言われました。そうだろう。あと女性に言われるのは、二人っきりだとつまんない男ねって。どういう意味やねそれ。いや別のところに考え言ってるからな。もう二人きりになると。あ、なるほどね。森内さん、あのね、何を言ってんねん。もうそっちの。そう。じゃあ普段こんなんやけど、例えばいい関係になって家におるときにこうやってテレビ見てたらおかしい。いや普通ですよ。でしょ。それをなんか構ってほしい人が二人きりだと本当つまんない。ずっと韓流ドラマ見てたりとか、うん、なんかそうすると怒られる。いや、やっぱね、外で喋ってるやつって家では喋んないよ。ああ、だ逆に、うん、そうなんですか。まあそれ、まあそうですね、あんまり。だって電話でも怒られたんですけど、スタッフにも電話かかってきたんで、はいはいって出たんですよ。ほんで僕機嫌悪いと思ったらしく、電話かけるの嫌や、マネージャーにも言われたし、スタッフにも言われたんですよ。であれってそんなんかなと思って、え、じゃあ俺どうやって電話取ればいいの、はいどうも、はい岩本でございます、いかがですかこれでみんなそれ待ってますって言われたんです。いや絶対そうだと思う。いやそうですよね。いや他のテンションないもんな、うん、ガンちゃんの聞いたことないもんな。ないですね。いやだから俺もたまに電話 した時になんかテンション低いんだよ。あれなんか豊さんも感じました。感じるよ。僕も先輩からの電話めっちゃ頑張って、いや岩本でございます、頑張ってるでしょ、頑張ってるでしょ。だけど物を用事を頼むとはっはっはみたいな、あ、そういうことが原客みたいな。また反省や。どんどんこのキャラから。あの日本ハムの帽子が欲しくて、はいはい、先輩に頼まれて、俺もね、
広岡さんに頼まれて、はい、だからこれどうしても頼まないかんと、あ、もうこれガンちゃんしかないと思って、でガンちゃんコロナやと、でもな一回電話して心配した風をして一回切って、まあ、その後に言おうかなと思ったけど、まあ、初めそういう世間話くれました、はい、で世間話をしとったんだけど、最後にちょっと申し訳ないんだけどって始まってからテンションが片落ちた。そんなことないですよ。あ、分かった、自分ですね。いや、その時は考えて、うわー今コロナの影響で人に接触難しいなって考えながら喋ったから、うわービッグボス分かるわ気持ち、うん、考えてんねん。ベンチで元気がない。いや、元気がないんだよ。だからいきなりテンション下がって、あ、やっぱりそうかって、俺もあのコロナの時に余計なこと頼まなきゃよかったなと思ったんだけど、だからまあ頼んだものはしょうがないじゃん、うん、でもガンちゃんちゃんと送ってきてくれて、あ、うん、あ、まあことなきゃ得たんだけど、うん、あ、でもテンション怒ってるやろなと。考えてる時ってそうなるのかな。だビッグボスも僕ら勘違いしたやんか、はい、なんか元気ないかなことじゃなくて先のことを考えてたっていうのいたったでしょ。違う違う、ガンちゃんはいつも元気があるからそういう風に感じるんだよ、周りが。お前が考えるなんて思ってないもん。いや違う違う違う、いや、こう反応で喋ってるっていう考えで、あ、直感が出すね。そうそうそう、はい、まあ、なんか考えるなんて思ってないから、だからパン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 跳ね返ってくる、もうキャッチボールみたいな、壁にキャッチボールして帰ってくるぐらいの感じで思ってるから、考えるなんて思ってないから、急にテンションが上がったのかな。あ、これは悪いことしたなと思って、あの電話で僕がめちゃくちゃ元気に出た時にはまだ心許してない証拠ですよ。逆に、心許してる方には素の岩本が登場します。すばらどうなんですか。え、あ、だからテンション下げて実はだからこれキャラだってことなっちゃう。キャラなんだろう、お前。作ってんだ、頑張ってんだろ。頑張ってますと思うわ。ほんまにそんなことないです、そんなことないです。はい、やっぱ TPO で表現する自分は違うっていうのはあるかもしれない。そうだな、はい、はい、うわー、これいろんな人に言われるな。え、飲み屋さんとか行って女性口説くときもこういった感じなんですか。めっちゃドエロ、変態。あ、そうなんですか。変態なんですか、やっぱり。いや、俺口説いてるとこ見てないからな。そんなことしないですよ。そんなことする程度僕見るのやめてもらえます。でも、どう、女性ずっと楽しい会話して終わりますよ。口説くって何ですか。なんで僕はすぐ口説くしたいと思ってるんですか。でも、いいなと思った方いたら、やっぱり電話番号を聞きたい。全力でいきます。全力でいきますよね。ど真ん中に直球投げます。あの変化球はいかないタイプですか、はい、みんなの前で連絡先教えてくださいって言います。みんなの前で。あ、それいいですよね。どうそうでしょう、みんなでいきます。あれ、みんなでいきます。みんなの前で聞きます。あ、じゃあ態度には出るんですね。好きですっていう態度が相手に。いきなり好きですかな。いきなり好きじゃなくて、いきなり愛してるよからいきます。すごい三歳ですね。はい。いきなり愛してるよ。で、いや、なんか実はもう50過ぎて感じることは、僕はすごくテレ屋さんみたいで、多分 その照れ隠しが過剰なパフォーマンスであったり、うん、そういう表現になってるようなんですよ、うん、だからキャラだろ。違う、自分のわけじゃない。だから違った一面。あ、いろんな、ね、一面がある中の一つっていうことですね、うん、うんうん、そうです。そう思っていただいた方がいいと思いますよ。なんかたまにすごく疲れたとか、そういう時もあるんですか。うわあ、いい質問ですね、うん、いや、あるよな。一人になりたいことはあるかもです。だから疲れてんのやろ。なんかそんな感じがする。まあいいわ。